アイコ愛子様が K-POP アイドルのファンだってことがバレてネというかさ <laughs>。あのー、ラストっていうゲーム俺やってたじゃん。ラストやってた時に、なんかどっかとインドかなんかと戦ってるって、んで、韓国軍がチ,チート使って暴れてるみたいな話になって、そのインド人と結託して韓国人潰そうみたいな話になって、それ、あえてそれでそのインド人を裏切ってインドを を倒しに行こうって言った時にあの、バカのネトウヨどもが、お前なんで韓国潰されるんだよ、売国とかみたいなこと言って荒らせ、荒れるみたいな。俺本当に、あのー、そういう奴らくたばった方がいいと思ってるんで、僕に関わらないでくださいね。僕の配信でガタガタ言うのは確定ですけど、俺を仲間だと思わないでくださいね。俺が韓国嫌いな原因は一つだけ。えー、WBC の時に、あのマウンドに肌立てたのが許さないだけなんで、俺。で、それは韓国人が俺に直接謝りに来たんで。 あの時は同胞がすいませんでしたって。で、あ、わかった、いいよ。それで俺たち仲直りしたんで。歴史的和解をしたんだよ。もうさ、だからさ、韓国もさ、反日教育とかやめてさ、もう仲良くしろって感じじゃないめんどくせえ。ゲーム実況までさ、影響を及ぼしてんじゃねえよ。仲良くしろよ。両方変わんねえだろう、なんかそんな。そんな大した民族じゃねえよ、両方ともバカが。相手にしな方がいいぜ。なんかそういう両、両者。 反日教育してるのに影響されたバカな韓国人も、なんかそのバカな韓国人に踊らされてるバカなネトウヨも両方相手にした方がいいぞ、絶対。悪いことされたらさ、ムカつくじゃん。原爆のさ、こといじってきたりしたら、それはお前それちげえだろ。そんな奴ら、それ別にさ、インド人だろうがアメリカ人だろうが、どこも国の問題じゃねえよ。人の問題だろ、んなの。 俺だから、なんだっけ、あの、原爆 T シャツ着てたアイドル応援してる日本人は、俺本当に端から始まる。全員嫌いだよ、俺は。なん、なんていうグループだっけ ?BTS。仲良くできない。BTS のことを応援してる人たちと、俺本当に仲良くできない。Twitter のプロフィールに書いときたい。BTS のことは応援、BTS のことを応援してる人とは仲良くできません。<laughs> プロフィールに書いておいてほしいね。 今はほとんどの女子高生がそうだ。じゃあ、俺以外の人間が全員 BTS のファンだったら、俺以外の人間全員と仲良くできねえや。世論に流されるな。自分の気持ちを思うたよ、お前らも。愛子様 BTS のファンだぞ。それに関してはノーコメントでいくわじゃあ。<laughs> それはもうノーコメントよ。まあ、愛子様愛子様なりの考えがあるんでしょうから。